皆さんどうも、 T 島です。では今回もマリオテニスオープン続き遊んでいきたいと思います。ということで今回はシングルスのこのスターをつけてスターオープンの方ですね、こちらの方の1アップキノコカップ、こちらの方行ってみたいと思います。さてスターカップなんでね、多分普通の、まあ、ノーマルよりも、まあ、ちょっと能力的にも上がってて、まあ、敵も強いのかな。まあキノコカップなんで、まあ、そこまで、まあ、最初のうちは大丈夫なのかどうかですね。いやー届かない。なんか1点取るのがなんか相当難しそうな感じがするんですけどね。お、それでも結構追いついてきてるような感じがするな。ドロップショット打っても、さてもうこういう風なスマッシュですかね、はもう積極的に狙っていった方がいいのかな。やっぱりスターがつくっていうことは相当、まあ、敵もやっぱり能力ですかね、上がってるみたいなので。あー逆疲れた。まあ相手のスマッシュの時にもどっちに打ってくるかですよねって思ったら、さっきみたいに打ってこなかったりとかするんでね。できるだけまあこういうような技とかですかね、まあ、使っていかないとちょっと多分厳しいんじゃないかなと思うんですよね。あでもなんかスマッシュとかもなんか普通になんか取られそうな感じがしますね。普通にも全然打ってる方向に、まあ、敵もあの追いついてきてるんで、やばい、これ結構難しそう。もうこんな感じでもう後ろに行ってる時にもうドロップショットで前に落としてやるしか、なんか今のところ点を入れる方法がなさそうな感じもするんですけどね。あでも、まあ、なんとか隙をつけばいけそうな感じはするけど、まあ、それもまたなんか難しそうな感じですね。オッケーオッケー、一応1回戦は、まあ、なんとかクリアですね。次はじゃあ2回戦、悪い字かな。さあさあ行きましょうか。ワンセットマッチなんでね。おお普通にやっぱ返してきた。おお普通にやっぱり返してくるな。あーそっちか。でもスマッシュなのかなと思ったら普通に返してくるな。やっぱりもうできるだけああいうふうなあのチャンスがあるときは見逃さないようにいかないと。オッケー、おサービスエース。結構やっぱりナイスが出ると相当角度で上がっていきますね。やっぱりサーブもナイスが出るようにちょっと気をつけてやらないと。さっきみたいに多分サービスエース多分初めて取ったんじゃないかなって思うんですよね。あやべ普通にボンミスしてしまった。で多分悪い意地はなんか、まあ、前ですかね、普通に戦ってた時もそうなんですけど結構前に出てくるんですよね。なんで後ろとかこんなスマッシュ打てるときに打ってやれば、まあ、結構
点数が入りやすそうな感じなんですけどね。よしよし、 OK。 さてお次は決勝戦かな。さあ誰が来る。お、マリオ。さあ行きましょうか。3セットマッチなんでね、最低でも2回勝たないとダメっていうことですね。おい、おお、返された。もうなんか敵もなんか技を使ってきたり使ってこなかったりなんでね。でさっきみたいにいきなり普通に打つのかなと思ったら、打つ瞬間になんか技を打ってきたりするんでね、結構厄介ですね、やっぱり見てて。おっと返すか。やばい、打たれるか。あ、打たないのか。あぶね、間に合え。あー、危ない。あー、クソ、やられた。うん、やっぱり結構強いというか、もうよく拾いますね。あー、もう惑わされる。決勝まで上がってくるだけあってやっぱ強いですね。だがしかし、ワイも負けはせんぞ。やっぱ結構左右に振られるな。あそっちか。オッケーオッケー。取ってきた。おお、危ない危ない。やっぱりやられた。ちくしょう。直前になって打たれるのが一番厄介ですね、ほんま。多分ため打ちっていうのはなんかあんまりやらないみたいなんですよね。どちらかというと直前にさっきみたいに技ですかね、打ってちょっと相手を翻弄させるような。うわ、やべえ。すっげえ飛んでった。お、返すか。あー、もうなんか今まで使ってきた技がほとんど通じない感じがする。うわー、もうラリーがすっげー続く。 OK、 1点取るのがもうこれ大変。うわー、もう当てられた。これはもう何回もやってちょっと自分も上達しないとこの先結構不安なんですけどね。あー、危な。ネットに助けられた。よし、 OK。 あと2ゲーム。
どうしようって。これナイスが出たら結構スライスだとリターンエースですかねが取れそうな感じですね。おー、そっちか、届かんかった。これでワンゲームかな。あとワンゲーム。多分、おお、結構やっぱ吹っ飛ばされるな。あれでドロップショットとかもう打たれたら、もう多分もう絶対取れないですからね。よしよし。まあ逆回転ですかね。をかければ。まあ、後ろのあののけぞりみたいなのもなくなるのか、それかまあもしくは軽減されるのかだとは思うんですけどね。でもとっさにやろうと思っても難しいんですよね。あ、危ない。よしよし、オッケー。もう常にこの戦況を見極めながらショットを打たないと厳しい感じだな。あ、そっちか。やられた。反対を突かれてしまった。よしよしよし、これでわやばい。デュースに持ち込まれる。それだけは、それだけはなんとか阻止しなければ。あー、取れなかった。よし、あと1ポイント。あー、ちくしょう。これで決めましょう。あー、やばい。お、まだ粘るか。なかなかやりよるな。あ、やばい。あー、ちくしょう。お、結構やっぱり取ってくるな。おお、まだ取るか。あー、いや、さすがなんかスターカップですかね。1点取るのも、あー、やっぱりか。大苦戦。あー、もうそっちかよ。やばい。あー、大丈夫か。いやー、ダメか。よし、オッケー。
ぱり打ってくると思ったよ。ああ、まだ取る。まだか。手ごわい。よし、オッケー。ああ、もう長かった。よし、オッケー。そうですね、サービスエースですが、テレサトリッキーなんで、スライスの、まあ、サーブでナイスが出ればサービスエースが取れる可能性がなんか高そうな感じですね。まああとはもうタイミングですかね、サーブ打つ時の。よしよし、次は何カップなんだろう。スターオープンアイスフラワーカップ。もうアイスフラワー、あー、これもまた多分徐々に同じようになんかあの敵の強さも上がっていくんだと思います。ということで今回はこの辺りで動画を閉じさせていただこうかなと思います。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。それじゃあまたねー。